どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。七不思議です。チャンネルです。ユズマ大好き吉田和人です。よろしくお願いします。はい、海岸芸人としてね、いろんな番組出させていただいております。なんか大赤身信彦と言います。大赤身信彦、よろしくお願いします。ユーマっていうものは、ね、僕はね、ロマンを感じるんですよね。いるのかいないのかわからない、うん、でもいるんじゃないか、うんうん、やっぱりね、全く知識はなくても、はい、ユーマの話ってやっぱちょっとね、興味あったりしますから、ワクワクするじゃないですか。ドラクエで新しいフィールドに行くとね、うん、どんなモンスター出てくるんだろうって、うん、ワクワクしますから、ワクワクするじゃないですか、うん、で、この例えも間違えてるじゃないですか、うん、違う例えちょうだい。え早く、何男だよ。まあなあ、何男やねん。いつもいつも狼男です。いやもう妖怪でしょ、妖怪。え、狼男って、うん、だからいわゆるこのファンタジーみたいな生き物というか生物みたいな感じですよね、うん、見てもね、これしっかり僕が書いたんですけど、このなぜかね、ちょっとタキシードみたいなの着ちゃってるんですよね、間違えて。え、着てたのそれ。いや、ここから着てないんですよ。そうそう、想像で、想像で。実際ね、でもこれはアルゼンチンに出た、このイラストはアルゼンチンの狼男のモチーフで僕は描きました。あ、そうなんですか。で、実際そのアルゼンチンの狼男が出たっていうお話が、ちょっと可愛いけどね、その、うん、ちょ、これは可愛いでしょ、可愛い、うん、猫っぽい感じですよね。で、一応また今回もね、毎回僕このユーマが履歴書を書いたらっていうのね、一応ユーマ目線で、一応、はいはい、ユーマ目線で履歴書をね、そうなんです、ユーマが書いたらこうなるんじゃないかみたいな、ね、なんとですね、はい、狼男さん、狼男さん、なんですか。先ほどのこのエニアってやつっていうのは、はい、これ1968年、はい、アルゼンチンメンドーサ州のグティエレスという方なんですね。14歳の少年が目撃しているわけです。でね、その狼男っていわゆる満月を見ると変身するとか、いろんな情報はあるじゃん、こっちありますよ。あるでしょ。いや、超メジャーですもん、だって。そうですよね。だって鬼太郎とかにも出てきますよ。ね、敵としてね、西洋妖怪として、ね、西洋妖怪として出てくるし、で、実際そのなんていうんですかね、人間だけど、うん、動物に変身できる、うん、スキンウォーカーっていう言葉があるんですよ。スキンウォーカー、なんかその人間の体をしてるけど実は動物になれるみたいな、はい、そういう能力を持ってる、うん、っていう一種のものだと、うん、で、1968年ですね、なんとですね、夜中なんですよね、14歳の少年が、これ情報がすごい少ないんですよ、でも、うん、匿名の女性と2人で、うん、なんか夜歩いてたらしい。14歳が、14歳の少年と匿名の女性が夜中2人で歩くっていうのはなんかちょっといやらしい。まあまあまあ、南米のね、南米の、ね、南米らしいですね。結構そういうね、オープンな感じなんじゃないですか。だからちょっとね、ミゲル・リザルドっていう少年なんですけど、多分結構モテるタイプだったと思うんですよ。14歳でね、僕14歳の頃全然モテなかったですよ。いや、その情報お前もモテなかった、その裏のね、裏のその悲しい学生時代の話いらないです。だって俺これ全然関係ない話になっちゃうけど、俺防災月に火つけられたことあるから。いや、どんないじめられ方してる。防災月に火ですよ。自分を守ってくれる最後の砦が燃えてるわけですよ。いや、大丈夫、大丈夫、引いてるやつでしょ。そう、地震あった時とかに、ね、クラスの悪いやつがちょっとね、ライターでつけてね、防災月が燃えるって、かわいそうやわ。まあいいや、そのいいけど。で、この少年はね、1968年に、道端でうずくまる、変な人物を発見。変な人物を発見、いわゆる人だったらしいんですよ。そんなふわふわした紹介をする。だから、暗いからさ、あ、もう分かんなかった。まあまあ、そうか、真っ暗。あれ、何かなと思ったら、むくむくっと起き上がって、狼男に変身したらしいんですよ。あ、その人が、その人が。だから、いわゆる満月を見て、みたいにバリ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 って、そう、バリバリバリってなる前のがこんなんだったんじゃないかなってことで書いてたんです。いや、顔かみよ。これはね、僕もユーマ好きですけど、なかなかパンチが効いてる。これ本当かいと。でしょ、だから疑ってるでしょ。まあまあ、嘘なんじゃないって思ってるでしょ。うん、思ってる。俺はもうほぼ思ってます。トカゲ、トカゲ男とかも、すごい、カエル男とかも、すごいよ。何、電話番号書いてあるんですけど、うん、これね、03の、ここね、0105-0105、怪物くん方呼び出しって書いてあるからね、これね。電話の、怪物くんのところにまずかけて、呼び出してくださいみたいな。怪物くんの家に住んでるから、住んでる、そう。これの電話番号は怪物くんの家の電話番号ですね。0105-0105は、これ男、男。
れたもん。まあな、ちょっと待って待って待って。何や、猫のあれね、俺猫大好きがこれ来てるから。猫じゃないとこ叩く。いや、あれねやねん。あれね、猫ないとこ。ふざけるなよ。ふざけてるの。いや、ふざけてるんじゃないよ、これは。いや、もう全部、今日、狼のとこ全部ふざけてるじゃん。いや、違う。これもっとすごいんだ。ちゃんとした情報で、実際これアルゼンチンに出ましたけども、はい、アメリカでも出た。アメリカでも出た。で、これアメリカはすごいんですよ。何？すごいいろんな場所出てるんですよ。おアメリカ、ウィスコンシン州。おウィスコンシン州の主に狼とか現れてるんですけど、ね、ワシントン軍、うん、ジェファーソン軍、うん、マリネット軍、うん、ウォルワース軍、うん、ウッド軍、うん、マラソン軍、めちゃめちゃ出てるわけですよ。いろんな軍に。すげー出てるやん。ものすごい出てるんですよ。軍に出るんやね、軍。でね、うん、1.8 から 2.3 メートル、うん、全身を黒く長い毛に覆われ、ああ頭部は熊と狼を掛け合わせた感じ。ああで、いわゆるこれは狼男というよりこのウィスコンシン州に現れているのはあのね、ベアウルフと呼ばれる。ベアウルフ、うん、熊と、うん、そのなんていうの、狼の掛け合わせたようなやつが出てる。で、実際そのほとんど狼男に近いんで、はい、今回はその一緒にね、合わさせて紹介させてもらうんですけども、これはね、出てるのは2006年9月ですね。ベアウルフ、ベアウルフ、ウィスコンシン州のウォルワース郡でまずね、ジャックとジュリアに目撃されて、またベタな名前ですね、ジャックとジュリア、ね、ジャックとジュリアにまず目撃されて、カップルに目撃されております、で、それから2ヶ月後です、2006年11月これ何もなかったんですか、目撃されただけなんですか。そう、でね、この時ジャックとジュリアがなんか、ね、何誕生日会に、誕生日会の帰りだったらしいんですよ、うん、ジュリアが誕生日で、うん、なんかジャックがこう送ってって、うん、途中でこの、うん、ベアウルフに遭遇したけど、うん、ベアウルフは何もせずに、うん、外立ち去っていた。ちょっとなんかベアウルフ何してたの、優しいというか、別に機械を加える感じも歩いてた、歩いてた、歩いてただけだった。ベアウルフ、ベアウルフ、狼男ね、11月2ヶ月後もね、現れてる。で、同じウィスコンシン州のワシントン郡でスティーブ・クルーガーに目撃されるって事件があって、うん、で、それからやっぱこの僕が敬愛する並木先生もね、うん、詳しく書いてあるわけですよ。あ、それに載ってあるんですね。自然資源局の依頼で、車に引かれた動物の死骸の回収業務をしていたんですよ。はあ、まあ、要はその道端で死んでる野生の動物とか の、 あの死体を回収する、クルーガーはスティーブ・クルーガーそういう仕事をやった、はいはいはい、でこう夜中のね午前1時半、うん、もうトラックでね担当地域をこうワーって行ってたら、うん、なんかね後ろから荷台にガタガタっていうなんかこう衝撃音みたいな、うん、荷台で動物がいっぱい乗ってるんですけど、うん、ガタガタっていうのが、うん、で何かなってパッと見たらこのベアウルフが、うん、鹿の死骸をこう引きずり出そうとしてたっていう情報があるんです。だけど僕はこのベアウルフ、さっきね、うん、カップルが目撃した時に襲わなかったじゃないですか、って言ってたね、ユーマって結構襲うパターン多いのに襲わなかったんだ、なんか優しい、僕は優しいと言ってました。で、このね、スティブ・クルーガーも鹿の死骸をねこう引き出そうとしてたって言ってますけど、うん、僕は逆に言うとね、うん、乗せてたんじゃないかと思うんですよね、ベアウルフが優しい、落ちそうな、いやいや、じゃあ落ちてたやつ を、 落ちてたやつを運んでくれてたんじゃないかそのクルーガーからしたらね、いや何を取ろうとしてるんだよかもしれないけど、クルーガーがそういう仕事してるのをベアウルフが認識して、でもだからありましたよっていうことをそれをねパッと見たら、うん、なんかその引きずり出そうとしてたように見えてしまったけれども、うん、僕は一体何を言ってるんですかでも僕はそういう優しい部分があるんじゃないかってことを言いたいわけですよ。言いたいわけなんです。でもう一つ言いたい、これ絶対言っとこう、あのね、はい、この並木先生の本が出る前に昔こういう文庫本出てたんですよ、モンスターショック、並木先生の書籍です、うんうん、これね、表紙分かりますよね、はい、こちらね、これ何分かんないです、分かんないです、ニューネッシーじゃないですか、ニューネッシー、1977年4月25日ニュージーランド沖合で日本のトロール船である随王丸が引き上げた、すげえ喋るやん、ネッシーとおぼしきやつの死骸じゃないですか、にもうこれ日本のトロール船が引き上げてる、それが表紙になってるこの本です。いやテンション何で、この中で、なんとですね、書いてあるわけですよ、このベアウルフの表現がね、でベアウルフがね、あった、あのね、人狼シャギーとして紹介されてる、でシャギーっていうのは、うん、あのね、アメリカ、ネイティブアメリカンの、チワペ族っていう、はい、原住民の間に残るなんか伝説の狼男、うん、で1936年になんとですね、ウィスコンシン州でマーク・シャッケルマンという人物が森林警備員、うん、夜中の森林を警備する人、
デビン、ね、で夜中の朝って、ね、待ってたら、うん、なんとそのチワペ族の原住民の墓を墓荒らししてるいわゆるシャギーと呼ばれる狼男を目撃した、目撃した。ここまでだったら別に俺はそんな取り上げません、はい、いやそんな話はよくある、よくある。だけどなんとですね、何このシャギーはですね、ここに書いてあるんですけど、あのね、誰だお前はって言われた時に、うん、立ち去り間際に、うん、ユーマで初めてね喋ったんですよ。おガラダ、ガラダという三音節の単語を発して森に消えていったと書いてあるんです、うん、だからユーマ史上初めて言葉を喋ったのがこのシャギー、いわゆるベアウルフなんです。だから多分分かんないですけど、うん、ユーマの世界ではガラダっていうのは、うん、バイバイみたいな言葉の意味なんですね。去り際にね、去り際にガラダっていうのはバイバイ、ユーマの世界でバイバイなんですよ。みんなまたねみたいな、そうそうそういうことノリで。で、あのね、こっちのね書籍だとねチワペ族ってなってるんですけど、うん、こっちだとねチペワ族ってなってるんですよ。おあのね、大元の大化がブレると分かんない。あの情報ソースそこしかないから、チワペかチペワかこれユーマファン迷ってるんで、あんたがそこを指摘したらダメでしょ。ああそうか、だからいやこっちはチワペだけどこっちはチペワだから僕はどう言えばいいんだろうってことで、ね、ずっと思ってたんですよ。なるほどなるほど。だからね、あの実はこう物事を喋れるみたいなユーマもいるんで、これからもユーマ要チェックですよ。というわけでした、ガラダ。